皆さんこんにちは。私は人吉に住んでいます村上と言います。今日はですね、乗り物酔いが癒されたお話をさせていただきます。私はクリスチャンです。毎年ですね、クリスチャンのキャンプが夏と冬に行われます。今年もですね、7月19日から7月20日の予定でこのキャンプが行われました。今年はですね、バスに乗ってキャンプの場所まで、このバスに乗って行ったわけなんですけども、その中でですね、私はですね、結構バス酔い、また乗り物酔いしやすい体質で、小さい時から酔いやすかったので、どこかちょっと遠方行ったりする時にはですね、乗り物の酔いの薬をですね、飲んでいたわけなんですね。それで今年はバスに乗って、この白馬まで、クリスチャンのキャンプ、キャンプ場である白馬まで行ったわけなんですけども、その中で やはり行き戻り酔わないかどうかというのはですね、ものすごく心配していました。そこで神様に酔わないように、体調を崩さないようにというお祈りをですね、して行ったわけなんですね。それで行きはですね、途中からちょっと具合が、ちょっと気分が悪くなったんですけども、本当に神様に感謝して、これ以上気分がもう言わない、悪くなったり言わないようにというお祈りをして行ったところ、行きはですね、本当にそれ以降ちょこっと気分が悪くなって、あとはもう普通にバスに乗っていることができて、無事に目的の地に着きました。で、帰りもですね、行きもそういう状態だったので大丈夫だろうと思っていました。そしたらですね、途中から分かりやすく言うならば、妊娠しているお母さんが最初つわりとかきますよね。ムカムカして、吐き気がしてあげたりとか、すごいきつさ、きつい、ああいう感じのですね、吐き気とムカムカがきて、ああもう私は九州まで体は持たないなと思ったんですね。それで、神様に感謝をしてお祈りしました。それとともに私はクリスチャンのブログを上げているんですけども、そのブログにですね、よく体調が悪いと、どこどこが悪いですってお祈りお願いしますということをいつも書いてたんですね。と、不思議とそのお祈り、そういったことを書くとですね、誰かクリスチャンの方が祈ってくださって癒されるということを今まで何度となく体験していましたので、また今回もこうやってバス用意してますので、お祈りお願いしますということをブログに書いてあげたんですね。そしたらですね、5分か10分15分ぐらい経った頃だと思いますけども、急に気分が良くなったんですね。本当にすごく私、神様に感謝しました。神様がですね、本当にこの祈りに応えてくださって癒してくださったんだなということを体験させていただきました。またですね、クリスチャンの方がですね、本当にその記事を見て祈ってくださって、でその祈りに神様が応えてくださったんだなということを思わされました。それとともにお祈りにおいても、やはり自分のことばかりではなくて、本当に相手のことを祈るときに、相手の方がこうやって癒されたりとか、問題解決がなされたりとか、そういうのをですね、体験するんだなということをですね、感じさせられています。本当にですね、聞いてくださった皆様、ありがとうございます。感謝します。